帝京朝霞高等学校は福島県郡山市にある私立高等学校。1961年に朝霞商業高等学校として開校し、1988年に帝京大学グループ参加となり、帝京朝霞高校に校名変更した。県内で唯一帝京大学グループに属する高等学校である。努力をすべての元とし、 偏見を廃止幅広い知識を身につけ、国際的視野に立って判断のできる人材を養成することを目的とする。1998年2月、帝京浅香高校の労働組合委員長を務める教諭が銃撃され、重傷となる事件が発生した。その後の事件の捜査で同校を運営する学校法人帝京浅香学園の本部長と元暴力団員ら6人が、 殺人未遂や教養未遂などの疑いで逮捕、起訴された。労働組合を異常に敵視し、学園ぐるみで労働組合潰しを狙う構図が明らかになり、問題となった。その後、教諭らと労組が、提供は坂学園などに損害賠償を求めた民事訴訟では、2007年6月に、学校法人側が約3000万円の和解金を支払い謝罪。 再発防止に努めるなどの内容で和解が成立した。なお、この事件の前1996年12月には、稲葉城町の会社員が、学園の教諭と間違われて銃撃され、左足に怪我をするという事件も発生している。提供は坂高校教師銃撃事件から9周年2007年2月7日、日本共産党福島県議、神山悦子ブログ教諭銃撃で和解が、 成立福島、提供は坂港、事件2007年6月6日47ニュース、インターネットアーカイブより2007年6月7日、朝日新聞福島中介。ありがとうございます。